皆さんどうもお疲れ様です。お仕事お勉強頑張ってますでしょうか。今日はちょっと時間に余裕がありますので、ちょっと出遅れて今スタートが11時ですね。で、下げがもうだいぶ効いているので、ちょっといつもよりかは下が見えている状態ですよね。で、下に降りてやっていこうと思うんですけど、今日結構風が強いのでうまく音声も拾えるかわかんないんですけども、その中でもなんとか、重めのルアー使って1本出たらなと思います。結構風で波がバシャバシャ来るぐらいですね。9メーター10メーターあるんじゃないですかね。で、やっぱここ最近では一番濁ってます。もうコーヒー牛乳状態ですね。なんで今日はこっちのサコン川の方も、こっちの、海の方、河口の方面も、ゼロです。まあ人的にはいいですけど、ちょっと濁りが強いので、どういう反応が出るかわからないですけども、ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと音声聞きにくいと思うんですけど、よろしくお願いします。パックロとカラーズですね。でアブの2500番、632で、ルアーの方はモアさんの、ソルトファイブ72の S。 ちょっと濁ってるんで今日はパール系でやってきます。よろしくお願いします。取りたいっす。
荒川からでした。じゃあ失礼します。ちょっと場所を移動してきました。左近川の水門ですね。ここ今日はあんまり人がいないので、試しにやってみたいと思います。左近川から流れ込んできている水自体は水質はそんな悪くないんで、その境目ができてますね。その中川荒川との白濁したその水とそのラインができてます。外れた？外れた、また外れた。マジかよ。すいません、せっかく通りだと思ったのに。もうちょっと頑張ります。心で入れ替えて。すると思うんですけど、1投目であの鉄板でヒットするんですけど、やっぱりちょっと、ジャンプ一発で外れちゃいました。でその後しばらくやったんですが、ちょっと釣れなかったですね。で今がもう12時過ぎて1時になるんですけど、この後ちょっとここでもうちょっとやるか、移動するか考えて、今日は一日中やれそうなんで、なんとか1匹釣れた動画をこの後夜までに上げれたらと思います。頑張ります。濁りはすごいです。ここの水門の流れ込みはそうでもないんですけど、ここになるともう相当濁っちゃって、結構ここで底が見えないぐらい。で別にこのエリアに関してはやっぱ相変わらず順調に行ってますけど、ここは行きます。ぶつかるところがあって濁りの境目があるんですけど、そこら辺で鉄板で出ましたね。まあ、ちっちゃかったです。30から40ぐらいの、まあ、ウッコだかセイゴだかそのぐらいの微妙なサイズでした。はい、まあ、江東区側の方がすごい濁ってるんで、ちょっと今日は荒川側の後ろ側で江東区側でやる人はちょっと要注意かもしれないです。どっちかっていうと江戸川区側の方がまだ濁りが弱いですね。濁りが弱いです。橋の下見ると分かるんですけど、こっちの高徳の方の下の方の水の方がまだちょっとマシで、こっちの吊り橋みたいな方の荒川の橋、あっちの橋の下の水の方がもう圧倒的にもうミルクコーヒー状態なんで、今日は中川とかでやった方がいいかもしれないです。以上です。ちょっとまたしょぼい動画になっちゃいましたけど、9月7日、実況報告は以上です。失礼します。